はいどうも、毎度おなじみゆうご .tv、 本日も人生に役立つ情報を配信、教えることはできませんが、本日も共に学んでいきましょうということで、本日のお題は天気がいいという理由で始めよう。こちらを今から読んでいきます。行動するとき、大きな理由を求めていませんか？自分のため、仕事のため、人生のため、大きな理由の方が立派な大義名分になり、堂々と行動できます。やる気ない自分を奮い立たせることができるでしょう。もちろん大きな理由もいいですが、大きな理由でなければならないわけではありません。米粒のように小さなことでもいい。行動する理由はもっと身近なところに存在しています。それは天気です。今日はどんな天気ですか？綺麗な青空が広がっているなら、とりあえず何かを始めるに十分な理由になります。今日は天気がいいから、これだけでいいのです。天気がいいと気分も良くなりますね。特別めでたい出来事があったわけでもないのに、嬉しい気分になれます。天気がいいときは、青空がここにニコニコしています。だからこそ、その瞬間に何か始めておかないと損です。天気がいい日はいつもより天があなたの味方をしています。せっかく天が味方している時に行動しておかないと、せっかくの勢いや運気を逃してしまいます。天気がいい日は傘が必要ないので動きやすい。空からパワーが降ってくるので気力もみなぎります。空気も澄んでいて気分もいい。なぜかいつもより疲れにくく感じるでしょう。仕方なく挑戦しなければいけない課題があるなら、今こそ取り組むべきタイミング。天気が良ければ天気がいいうちに何かを始めてみましょう。天気がいい日に行動すると、いつもよりスムーズに進み、成功率も上がるはずです。今日の格言、天気がいいという理由だけで何かを始める。なるほど、確かに天気ね、関係あるかもね。どんよりした時より晴れてた方が行動しやすいっていうのはあるかも。バイブスの問題、心の問題、テンションとかノリとか、そんな感じでしょうか。だけど天気に惑わされず、雨でも雪でも嵐でも槍でも、そんな時でもやっぱ行動できる自分を身につけたいですね。はい、今年の、課題でもある行動力、これをさらに身につける。はい、行動しなきゃ何も始まらない。これもゆうご .tv もそう。自分だけ知識を得ても何も意味がない。誰かのために役立って、初めてその知識が生きる、役に立つ、本当の知識が身につく。だからこうやって配信しているわけでございます。なるべくサボらず毎日配信していきたいと思います。本日もご覧いただきましてありがとうございます。読者登録やチャンネル登録、その他コメント等お気軽にしてください。お返事返しますので。それでは今日はこの辺で、ドーン！